でもやる気があるのはすごくいいことだと思うよ。そうか。まあマスター、何よ、ちょっと褒められたくらいで嬉しそうに。そうね、店長としてそういう姿勢は私も認めてあげるわ。え、そうか、ありがとう。で、見やすく触るんじゃないわよ。タロットラペの上にハムを敷いて、あ、トマトはもっと中央に。こうか。そうそう、そんな感じで。へえ、意外と難しいんだな。ちょっとお菊ちゃん、お菊ちゃん、ハムのトーストサンドってちょっと古くない？生ハムやパストラミを使ったサンドイッチの方がいいと思うけど。でもこれがおばあちゃんから教わった作り方だから。時代に合わせてメニューも変えていくべきよ。おば来てたらきっとそうしてたわ。だけど昔からのお客さんはこれがいいって。若いお客さんのこと、あんたこそどっちがいいのよ。店長でしょ。私が作ってあげる。おばあちゃんコピーしたファミリアのトーストサンドを。だったら私も作ってあげようじゃないの。若者受けするおしゃれなサンドイッチを。何が始まったんだよ、教えろよ。これがおばあちゃんから教わったトーストサンドよ。できたわ、生ハムとパストラミのサンドイッチよ。ハヤト君、ちょっと私たちの食べてみて、そしてどっち選んで。私の方か、キクちゃんか。おい、もう腹いっぱいで一口も食え。残しときなさいよ、私たちの分食べるくらいの余裕。あれ、ちょっとでいいから。いや、マジで無理。ちょっとまあ作り方は大体分かっ、どっちがうまいかは他の3人に決めてもらえ。少し部屋で横になってくる。私の方が美味しいって隼人君に言ってほしかったのに。